回はこのクマさんを音声解説で復活させました。よりここがちっちゃく、ね、背丈がちっちゃくなりまして、今回はいろんなお目目のバリエーションも考えてみました。目などを描くときはこの丸シールを黒く塗りつぶします。いろんな形を今回紹介しますので、とりあえず5ミリと8ミリを黒く塗りつぶしておきます。はい、とりあえず茶色のクマさんを基本にちょっと今回は教えます。では色を下にして三角に半分に折ります。はい、開いて回転させて三角に半分に折ります。はい、このまま上一枚の上の角、こちらをこの折り筋の下に合わせてここを折ります。はい、裏返して同じように折ります。では一度開きます。開いたらこの下の折り筋をちょっとつまんでここを縁にします。そしたらこの縁をこの真ん中の折り筋に合わせるようにこのように寄せながら合わせて合ったところでここを折ります。でここを開いて折るといいです。はい、では回転させて同じように折ります。ではここのこの角をこことここの縁の境目にこのようにめくって合わせます。はい、合ったところでこの内側のこの斜めをこのようにしっかり折ります。はい、ではこちらの角もここに合わせてここを内側を折ります。そしたらここのこの部分をパタンと倒してこの角をここの縁に合わせて折ります。ここをね、ではこの部分をこのように平行にこの縁と平行にこのように折ります。たら折れるギリギリのところがあるのでここで一回折ります。で戻して今度はこちらを折って戻します。ではこことここの折り筋をこのように同時に折ります。折ったらここ角ができるんでここをしっかり折ってからこの部分上の部分ね、ここをペラッとめくって中へ入れ込みます。でここを戻します。ではちょっとこちら向きにします。でここの縁と縁の境目、こちらも縁と縁の境目のライン上で折るんですけど、ここを上に折った時にここの縁、この縁とここの折り筋が揃えば OK です。ここで折ります。でここのね真ん中のここのくぼみとこの縁も合えばいいです。はい、では一回裏返します。はい、そしたらこの縁をつまみ持ってこのままここの折り筋に合わせるようにまた寄せて折ります。ではここをめくってこの縁、ここの斜めの縁とこの下の縁を合わせるようにこのようにめくります。めくってここを折ります。したらこのままパタンと一旦閉じますね。じゃあこういう風になってると思うんですけど、そしたらこちらも同じようにここを一回折ってからこのまま倒します。
ちょっとずれたかな、これ。こういう感じで。はい、こういう風に、こんな感じになります。では、今度は裏向けます。裏向けて、ここの縁の境目とここの縁の境目のライン上で折るんですけど、このように折り上げた時にこの2つのこの角がここの角に合えば OK です。で、ここに合わせて折ります。そしたらね、ここ大体ここの縁に揃いますので、では開いてまたちょっとこれ回転させます。で、今度はここの縁をつまみ持って、ここね、またここに合わせて寄せて折ります。では裏返します。次、ここの真ん中のこの縁、この縁のね、この真ん中部分からこの支点に、ここを支点に斜めに折るんですけど、折った時にここがちょうど折れるギリギリのところがあるので、ここに合わせて折ります。ここでね、突っかえるので。で、こちらも同じように折ります。はい、開きます。では、ここの縁、このね、折り筋までの縁とここの折り筋を合わせるように一回折ります。そしたらまたここを支点に、この縁をここの折り筋に合わせて折ります。で、戻します。はい、こちらも同じようにします。折りましたら、今度はここ、ここの部分ももうそのままスッと抜けます。抜きます。そしたらもう広がるギリギリのところでもうしっかり折ります。で、こちらも開いて折ります。では、今度はこちら、この上の角をここ、このね、 V 字になってるところのこの下、ここに合わせて折ります。そうしましたら、今度はここの縁をこのように斜めに向けて折るんですけど、折った時にここの縁とこの真ん中の折り筋がなるべく平行になるようにして、しかもちょっと定規がいるんですけど、ここの真ん中からここ 1.5 センチに合わせるとちょうどいいです。だから合計3センチですね、こちらを含めて。3センチになれば OK です。で、こちらも同じように折ります。そしたら今度はここの角を支点に斜めに折るんですけど、こっから5ミリほど開けます。3ミリでも OK ですかね。だいたいこれぐらいで。では、こちらも同じように折ります。はい、そしたらここの縁からだいたい 1、2 ミリほどでまた折ります。このように縦に。で、こちらも同じように折ります。こういうふうにします。で、この角も丸みをつくように斜めに、このように折ります。こちらも斜めに折ります。はい、ここの角も少し折って、細かいですけど斜めに折って丸みをつけます。で、こちらも同じように丸みをつけます。次、こちら、この下の角、この角からだいたい3、4ミリほどで折り上げます。ただ、この角、ここの角も
少し折ります。では今度はこちら、この縁、ここの縁により少し深めに折ります。で、このまま1ミリほどで折り戻します。こちらもこのように折って折り戻します。こういう感じでね、はい、こういう風になります。で、ここが開いてる場合は、開いちゃってる場合はここをのり付けしてください。はい、ではこちら 3.75 センチ、こちらのね折り紙、これを今回はクリームを使ってます。で、色を下にして三角に半分に折ります。はい、開いて回転させて三角に半分に折ります。はい、開いたらこの4つの角をこの中心、バッテンの中心に合わせて折ります。折りましたらこの上下の角をまた真ん中に合わせて折ります。次、この左右の角は数ミリで折ります。で、できたらちょっと一旦開いてこの折ったところをのり付けすることをお勧めします。はい、こういう感じでね、ここは出来上がりですけど、またここのこの縁をのり付けします。たらこの本体、この下からだいたい 1,2 ミリ上で、なるべく真ん中、多分分かりやすいと思うんですけど、ここに折り筋が軽く、折り筋っていうかなんかついてるんで、それかこのバッテンの中心とここの折り筋を合わせて貼ります。次、この5ミリ、黒く塗った5ミリの丸シールをこのようにちょっと切ります。ちょっと切ってまたここ上の方に貼ります。で、お花ができます。では今から目のバリエーションいくつか紹介したいと思います。白の丸シール、8ミリの丸シールと5ミリの丸シール、これ2枚、この白い丸シールの上にちょうど真ん中あたりにこの黒く塗った丸シールを貼ります。で、ここに貼っつけます。このあたりかな、おっと、はい、くまさん、これで出来上がりです。で、もう一つかな、二つ、三つ、これ、こちら、こちら8ミリの黒く塗った丸シールをこのように端を少し切ります。で、回転させて反対側も同じ大きさで切ります。はい、ではもう一枚同じものを作って、また同じようにこの辺に貼ります。そしたらこういうお目目もできます。ではまだあります。今度はまた少し8ミリの丸シールを少し切って1ミリぐらいかなで切ります。で、また同じように
このここの縁から1ミリほどで一旦切ります。ではこの2枚をこのように、よいしょ、こういう形になるように貼ります。ちょっとずらしましょうかね。ちょっとずらしますね。ちょっと微調整ができるんで。はい、ではまた同じものを2枚用意してこのように貼ります。そしたらこういうお顔もできます。でさらにね、ちょっと一旦外しますね。1枚外してこういう感じでこういうお顔もできます。はい、あとはちょっとこの上に貼っちゃいますけど、このように8ミリの丸シールをこのように貼ってもこういう顔になって可愛いです。でこの時にホワイトマーカーでさらにこのようにね、目をキラキラさせるとより可愛くなります。はい、では月のワグマを作る時はここが黒でここがグレーにしました。でここ16ミリのこの丸シールを使ってこのように三日月型に切ります。でこのように真ん中に貼ると月のワグマもできます。ほっぺたは100円ショップに売っているこういうマスキングの丸シールがあると便利です。はい、では最初に紹介したようにいろんな色柄などで遊んでみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。